まず7月30日にグッドウッドで行われた1マイルの G1 サセックスステークスです。こちらまず人気馬はね、コバを抑えまして3歳のトレードフェアというのが一番人気に押されました。今馬群の中段の外目、カリッド・アブドゥラデンカの緑の勝負服ピンクの帽子が見えます。これが一番人気のトレードフェア。昨年2歳児デューハーストステークスが3着ということで今年の春クラシック候補と言われてたんですが、ちょっと怪我で春のクラシックは間に合いませんでした。ただしニューマーケットの準重賞を勝った後、前走ニューマーケットのクライテリオンステークスというグループ3を勝って重賞初制覇、いよいよ素質開花ということで1番人気に寄されていました。2番人気はね、馬群の今2番手グループの外目、青い勝負服青い帽子ゴドルフィン、これがムーンバラードなんですよ。今年のドバイワールドカップの勝ち馬。ただしヨーロッパ初戦の前走アスコットのプリンスオブウェールズは9着の大敗と、ちょいと心配された彼がここを使ってきました。今馬群の大外いったのがムーンバラードです、と言った馬たちが人気だったんですが、実は穴が開きました、現在馬群のまだ一番後ろにいます。青い勝負服青い帽子赤い袖、これがねリールバディと言いましてね、単勝21倍、7番人気という人気薄だったんですが、これがここから内持ってって本当ですね、抜け出していきます。リールバディ5歳の男馬です。昨年の実はサセックスステークスの3着馬、このグッドウッドを得意としてるんですが、今シーズンはここまで5戦して2勝利ということで人気が高かったのが内から抜けてきました。鞍上は今シーズン限りで引退を表明しているパッドエデリン、サセックスステークス6度目の制覇ということでね、実はこの後検量室に戻ったら競馬場に来ている全ジョッキーが出迎えてね、拍手で出迎えるという非常に感動的な場面がありましたね。